時はどうなることかと思ったけど、朝日が助かってよかったぜ。大ピンチでしたけど、鶴ちゃんに助けてもらってギリセーフでした。何大きな話してんだよ朝日。俺たちのジャイロがその蜜蜜に奪われてしまったんだぞ。そうだった、あいつ何企んでんだ。蜜蜜先、あの女の正体は一体。これは私の兄たちのジャイロなのだとか言ってたし。鶴ちゃんは悪い人じゃありません。奪ったのではない、取り戻したのだ。空に散った兄たちの力の結晶を私は成し遂げる。兄たちに果たせなかった使命をこの力で必ず。誰だ？あ、お前まさかボーイフレンドができたんじゃないだろうね。もう違いますよ。どんな男なんだ？そういうのはね、すぐに父さんに紹介しなさいよ。はいはいはい、ね、チャラチャラした男なんか連れてきたらね、父さんショックで、え、こっちを見るね。ほら後ろ、お客さん、お客さん。あ、あの、いらっしゃいませ。よし、どうぞどうぞ。もう勇どこ行くんだよ。決まってんだろ、アイゼンテック社に乗り込んでジャイロ奪い返すんだよ。少しは頭冷やせって。よく平気で店開けられるよな。
こんな目にまで合わされて何とも思わねえのかよ。だからって正面から言って返してくれるわけないだろ。今まであやかし守ってきたのは誰だ。怪獣と戦ってきたのは誰だ。ミツルギじゃない、俺たちじゃん。あいつは言ってた。これは私の兄たちのジャイロだって。そうです、ツルちゃんは悪くないです。アサヒ、そろそろ教えてくれ。ミツルギから何を聞いたんだ。泣くなって。よし、じゃあこれで地球に迫る大怪獣ルーゴサイト、立ち向かう兄弟ウルトラマンと妹怪獣ツルちゃん俺たちに任せろ。そんな兄さん、行くぞ兄よ弟よ。ヒーッとかーん。こうしてツルちゃんのお兄ちゃんたちは伏せくじになってしまいましたとさ。おしまい。どうせ人形劇もヘタッピですよ。いや違う、話の中身にビビってんだ。つまりこういうことだろ。ミツルギは俺たちの先代ウルトラマンの妹だった。はい。あいつは1300年も前から地球にいて、今兄貴たちが倒せなかった敵に立ち向かおうとしている。はい。ただの女の子じゃないとは思ってたけど、すんげえおばあちゃんだったな。ツルちゃんはツルちゃんです。ただお兄ちゃんたちを倒した敵にたった一人で立ち向かおうと必死なんです。けどそのために地球を爆破するなんて無茶苦茶じゃん。第一、そんなすげえ怪獣がまた地球にやってくるなんて本当かどうか。おいおい、ご近所さんがすげえニュースやってるって騒いでるぞ。緊急速報をお伝えします。10時30分頃、NASA や国立天文台など各国複数の機関が太陽系に飛来する未知の物質を捉えました。このままの軌道では約1ヶ月後に地球に衝突する計算になるということです。この報道に関約1ヶ月後って、あいつの宣言通りじゃん。どうせスレスレで地球にはぶつからないさ。それにいざとなればウルトラマンがいる。大丈夫だ。兄ちゃん、たとえ地球最後の日が来たとしても、僕はこの店で君を待ち続けるからね。お、朝日よくできてるじゃないか。これはウサギさんだな。あ、ワニさんか。待てよ、 Tシャツに使えるかも。アサヒ、ちょっとこれ貸してくれな。これよりルーブジャイロ起動実験を開始する。そのようなプログラムは存在しません。うん。あと1ヶ月、奴はこの星に来る。3つのジャイロの力でガス状から実体へと変異させる。そして地球ごと爆破させる作戦ですね。これよりエネルギーを注入する。エネルギー？地球を犠牲にして敵を倒すなんて、そんなの自分勝手なだけじゃん。あいつは兄を亡くしてんだぞ。だから許せねえんだよ。他の人間はみんな死んでもいいってか。あいつは朝日を救ってくれたじゃないか。話の通じない相手とは思えない。裏切ったじゃん。なんでそんな奴の肩を持つ。そうじゃない、そういうことじゃん。俺たちみんなが力を合わせれば地球を爆破せずに済む方法が見つかるかもしれないだろ。どこまで脳みそお花畑なんだよ。なんだと。やめて、やめてください。あなた一人の生命エネルギーで三つのジャイロを起動させるのは命の危険が。果たしてみせる。兄たちの思いに応えるためにも。社長！
ない怪獣だ。こんな時に行くぞ。軌道を確認できません。あなた一人の力で3つのジャイロをできる。私はこの時を1300年待ち続けたんだ。警戒レベル4、これ以上は命が危険です。やめるな。なぜだ、あんな素人2人にも扱えたというのに、なぜこの私が。第4エネルギー貯蔵庫の熱上昇が古い地層を刺激し、古代怪獣の眠りを覚ましてしまった模様です。怪獣拘束システムを起動。了解、発射。できることはあるだろう。ああ大丈夫ですか。大丈夫ですか。この方をお願いします。はい。んなことよりあいつからジャイロ取り返す方が先じゃん。目の前の救える命を見捨てんのか。また仲間割れか、愚かな兄弟よ。ミツルギ、お前の仕業か。短絡的だな。もう邪魔はやめてもらおう。はあ、バレバレなんだよ。どうせ自分で呼び出した怪獣自分で倒して市民から賞賛得ようって魂胆だろう。バカにするな。私はアイゼンとは違う。嘘つけ。とにかくジャイロを返してもらう。言ったはずだ、あれ私の兄たちのものだと。力ずくでも奪ってやるよ。おい、勇み寄せ。その程度でウルトラマンを名乗るとは断じて認めない。俺もお前を認めない。この星にどれだけの命が生きてんのか分かってんのか。カツニ、こんな奴に話が通じるかよ。対怪獣拘束システム回復できません。再起動まで残り19分。おい、様子が変だぞ。やっぱしあの怪獣ミツルギの差し金じゃねえのか。ジャイロは俺が取ってくる。待て、お前たちに渡さないと言ったはずだ。争ってる場合か。このままじゃタワーも俺たちも。カズニ、笑わせるな。ジャイロがお前たちのような無力な人間を選ぶわけがない。いただけ。この私がお前に。ジャイロがあってもなくても関係ない。目の前に救える命があれば全力で守り抜く、それがウルトラマンってもんだろ。人間ごときが。
よっしゃ、行こうぜ勝に。ああ、俺らに備えろ。うん、セレクトクリスタルさん、ウルトラマンタロウ、ウルトラマンギング、まとうは火、グレンの炎、まとうは水、コンテニーの海。力を引き出せなかったジャイロが、なぜ貴様らのような人間を。警告します、あなた自身が戦えばさらに命を削ることに。構わん。フラミドキングメガロス、なんだこんな時に。ツルちゃん、もこれはやばい、マジヤバだ。自分で怪獣になりやがった。怪獣を一撃で。なんてパワーだ。土の怪獣だ。土を崩すには水、遠距離から攻撃すれば。これも効かないのか。ミツルギ、朝日から聞いた。お前先代ウルトラマンの妹なんだろ。一緒にこの世界守ろうとしてたんじゃないのか。それが兄貴たちの願いだったんじゃないのか。それなのにどうして命を踏みにじるんだ。古き友は言った、あらゆる聖あるものの目指すところは死である。ジークムント・フロイト。
死に絶え、その犠牲をもって兄たちの死が報われるのだ。こいつには話が通じないって言ったろ。もう時間がない、決めるぞ。セレクト、変身できない。カズに戦う気あんのか。やはりその程度。塵となって消えろ。セレクト、クリスタルス、アースブリーカー。これで最後だ。40メートル、体重2万トン、大昔の恐竜の生き残りと言われている怪獣、鼻先の角から放つ超振動波が武器なんだ。次回も見てくれよな。まだ三剣と話し合うつもりかよ。勝に歪み合っていてもしょうがない。地球がピンチなら3人で協力すればいいじゃないか。無駄だ。どうしても私と戦えないなら教えてやる。お前たちの母港美代が姿を消した、その真実を。次回ウルトラマンルーブ、飴玉とおまんじゅう、俺色に染め上げろルーブ。